こんにちは。こんにちは。どうもソフトリンダムジョーだ。挨拶大です。挨拶噛んだわ。ということで大好評田口の実験企画でございます。気になったんや。プロのアーティストならパート変えてもライブできんじゃねって思ってる。突然のね。結局僕たちは盛り上げたりする方のプロやと思う、うん、ってことは楽器が違っても余裕でライブは盛り上がるんじゃないかと思いまして、ちょうど3月10日にワンマンライブがあるので、そこでちょっとパートチェンジしてみようかなっていう実験。いやー、いけると思うよ。これは音楽だけじゃなくてもさ、いろんな業界でも言えることだから。例えばもうその沢口亜美が AV に行くような、それと今回が一緒ってことですか。そうですね、そうですね。ちょっとやめてもらっていいですか。何やるっていう話なのよ。そんなひどいライブをしたくないじゃないですか。まあクオリティ的にはある程度は、そうそうそう、俺らがパート変わろうがある程度行きたいんですが、うん、それはかっこいいよね。そうですそうですそうです。そう考えるとギター昔ちょっとやってますよね。まあ高校の時から、まあ、ギターっていうかバンジョーなんだけど、楽器の方。あ、そっちのバンジョーね。あ、64のバンジョーと数えじゃなくて。いやいや全然そっちじゃない。まだ未だに理解できてないんだけど、なんかその、ウクレレみたいな、まあ多分画像出ると思うんですけど、いける。なんか多分ドラムしかやったことない。俺ドラムしか、ドラムとサッカーしかやってないもんね。まあそうなるとベースしかないもんね。そうだね、ギターは無理だな。なのでタイガがベー ベース、俺がドラム、ハルがギターで、まあボーカルはできないんで僕たちも。そうですね、高すぎて周りは。そうですね。歌う？いや無理だよ。いや誰が歌ったか面白い。面白いけど、だってこれ言っちゃうはあるけど、後取りだからもう歌ってるんよ。じゃあということでライブやっていきましょうかっていうのもさ、バレてしまってる。やりづら。一人じゃ私を愛せなかった。二人重ね合う